ちゃんです。はい、今日はイグちゃんに代わってわたたかスノーパークを紹介していこうと思います。皆さんお待ちかね、高須スノーパークが今日の12月4日にオープンしました。ではちょっとセンターハウスから紹介していきます。今いるのはこの駐車場なんですけど、高須の駐車場はなんかこんな感じで、もう平面がブワーッと広がってる感じです。そう、結構ね広いから、なんかねちょっと遅くに来ちゃうと彼方の方に飛ばされるので、なるべく早く来るようにしてください。じゃあセンターハウスの方に入っていきたいと思います。夜間はこのセンターハウス空いてないんで、そうそう、トイレとかこっちの右手にあるんで、こっち使ってください。ね、センターハウスはね土日と祝日が6時半から平日は7時から営業してるんで、皆さん間違えてね、あの空いてない時に来ないようにね、来てください。ここセンターハウスなんですけど、あの入ってすぐ左手側にお土産コーナーとか、あと小物屋さんがあるので、まあ、忘れ物してる時とかはここに寄るようにすれば大丈夫です。ちょっと中入ってきます。ここね、ここが小物屋さんです。板まで置いてあるやん。板も買えると。え、本当？え、でも1万円ぐらいだって。すげえ。なんと板も買えます。で、ね、ここがインフォメーションなんですけど、ここでなんかねリフト券交換する人は交換してください。購入する人は外だけど、購入する人は外で買ってください。で、その階段とかエスカレーターから2階のレストランに行ける感じになってます。結構センターハウス広いから、まあね、迷子にならないように皆さん気をつけてください。現在の高須の朝一なんですけど、先が見えません。すごいやばいね、さすが高須スノーパーク。みんな高須大好きだもんね。高須しか勝たん。高須しか勝たんのよ。なんかね、今はね上の方のダイヤモンドコースって言ってるとこしか空いてないから、そこに行くために絶対にみんなゴンドラ乗らなきゃいけないんですよ。そうだからこんな感じで行列がすごいことになってます。一応ねここにねマップがあるんですけど、本当はねめちゃくちゃ広いんですよ、高須スノーパーク。なんか高須スノーパークと本当はダイナランドっていうもう一個のゲレンデがまあなんか繋がってて行き来できるんですけど、今は高須スノーパークのダイヤモンドコースっていう一部の限られたとこしか滑れないので、結構人が多いからもう本当にね狭い感じで、まあ、気をつけて滑らないといけないかなって感じです。いや、勝てえやつやん。一本滑ったね。かぶらんといてもらって。かぶらんでもろて。滑ってね、とりあえずね、こんな感じ。めちゃくちゃ雪あります。もうやばい、めっちゃ雪ある。で、人がちょっとね、多いけど、やっぱね、バンが広い分そんなに滑りにくさはなんか感じなかった気がします。うん、ちょっと今日は天気あんまり良くないから、そうね、で晩若干やっぱ新雪の関係でボコボコしてるんで、それだけ注意してもらえば十分楽しめるかなって感じです。あとなんかポールが横に立ってるんですけど、なんかそれより外行っちゃうと結構なんかまだ危ないとこあったよね。なんか、まあ、そのためのポールやった。そう、なんかでも入ってる人が結構なんかいて危ないなって感じるので、皆さん良い子は真似しないでちゃんとねポールの中を滑るようにしましょう。でね、次ねコース紹介しながらちょっと撮っていきたいんですけど、実はねイグッちゃんから指令をもらってて、これナッチにも言ってないんやけど、何今回のゲレンデ紹介すべてスイッチで、ちょっと待ってスイッチなんでね、ちょっと紹介していきたい。もちろんカメラマンもスイッチで。え、私もってこと？当たり前。マジ、まあ、僕は普段からカメラ撮るときスイッチで滑ってるんで全然大丈夫です。ぜひナッチさんのスイッチの勇姿を皆さん楽しんでください。そうですね、私先シーズンの終わり頃に初めてスイッチを滑った女でありまして、ずっと前振りスタンスでレギュラーで滑ってたんですよ。大丈夫ですかね。大丈夫かどうかじゃない、やるしかない。やるしかない。じゃあね、こんな感じで滑っていきたいと思います。あ、あれ言おうよ、あれ。あ、そうや。じゃあちょっと打ち合わせしてないんですけど、いくよ。せーの、イグッチャー10万人おめでとう。おー、踊った。すごい、銀の盾、いいな。
羨ましい。私たちも頑張ります。頑張ります。おめでとうございます。おめでとう。で、ね、一応ダイヤモンドのコース、メインコースはこっちで、一応バンブーコースっていう迂回ルートも途中まで空いてるみたいで、とりあえずねダイヤモンドコース滑っていきたいと思います。もちろんスイッチであのね、ダイヤモンドコースってなんか最初のところが傾斜が強いんですよなのになんか鬼の先生は私そこ滑るって言うんで、ちょっと気合いで滑ってきます、スイッチでナイス。フロントフリップ決めてきましたね。すごい、ここで刺さった。ちょっと待って、できる。今の気持ちよかったね。ナイス。気持ちいいわ、やばい。スイッチパウダーやばいわ。いや全然進んでないんやけど。やばいやばい。何分かかるかな。ちょっと安全地帯に。いやもう全然操縦できてないで。ちょっと雪食べちゃった。そのぐらいかな、半分。もっとあるか。ちょっとスイッチ予想以上にできません。真っ白になってます。あ、難しいな、スイッチパウダー。で、私もね、なんかスイッチで置いてるするらしいです。もうやばい、やばいスイッチで。ちょっと待って。はい。私もちょっとなってるんですけどバレてないからいいや。あ、晴れてるかな、ちゃんと。全然晴れてる。
半分カースでーす。ハイシーズンはここでスリーランもできまーす。今ね、これバンブーコースに来たんですけど、結構すごいパウダーみたい、壁が新雪バーンだ。すごいね、こんな積もったんや。昨日結構なんか雨降ってたんですけど、まだこんな残ってる。すごいな。あ、じゃあ雪だったのかな、高須は。みぞれなんだ、すごい、見て見て。あ、うさぎ、うさぎ、違うか。結構すごいな、こんな広いんや、バンブーコースでも。しかも、え、めっちゃ雪いんですけど、ちょっと水分多めかな。トイさん友情室、友情出演、あ、言い方、友情出演。なんかね、今年のウェアの流行りはセットアップ、なんかみんな同じ色のやつ。イエーイ、すごい、うわ、気持ちよさそう。いや、レギュラーで滑ったよ。そっか、直江先生まだスイッチだったわ。私全然レギュラーだったわ、忘れてた。まあいっか。ほんまや、本当はね、こっちに続いてるんですけどね、あの、もうここからダイヤモンドに合流する感じですね。これは一緒です。はいはい。でね、今からね、あの、お昼休憩しようと思って、で、下まで下りたいんですけど、今ね、下まで滑っていけないから、帰りはちょっとゴンドラで帰ろうと思います。で、あのね、ゴンドラの下りちょっと怖いから、みんなね、ドキドキしながらジェットコースター気分味わってください。ジェットコースター本当になんか結構怖いね、本当に知らんけど。な、確かにね、なんかないもんな、うん、ないから。ゴンドラの下り来た。乗車初めてのゴンドラ。みんなの滑り今見える。おー、今日は待って、もうちょっとで、あれ、ゴールドだったじゃん。ゴールド結構あれで、はい、明日ね、今ちょっと休憩のために下りのゴンドラなんですけど、ちょっとゆっちゃんの命令でね、スイッチでゲレンデ紹介撮ってみたんですけど、なっちゃんどう、スイッチ。え、もう無理無理無理、全然できない。なんかスイッチ、私全然練習してこなかったから、ちょっと反省してます今。なんか今年さらにバージョンアップした。あ、そうそう、歩道スポットらしいんで。ねえ、なんか、え、1、2、3回やって、すげえ。え、なんかどこでもドアあるよ。本当や、すごい、赤いけどすごいね。なんかね、高須すごいなんかバージョンアップしてる。今日はね、ちょっと天気が悪いからあんまり映えたりできないけど、でも楽しいとこだから皆さん、ね、よかったら遊びに来てね。ちょっと混んでるけど、でも狙い目は平日かな。平日だったらめっちゃいい、まあ、ただ今1コースしか空いてないからどうしても混んでるけど、ね、ちゃんと全部標高ちょっと高いんで、そうそう、他のゲレンデで雪つきやすいんで、空いたらすごい楽しいゲレンデなんで、うん、そう、高須のいいところはドローンが良くて、あとね、地形がめっちゃ面白いです。フロントフリップできるもんな。フロントフリップしちゃったなぁ、ちょっと、うん、あれ、まあ故意的なんで、バードなんで。別にこけたわけじゃないんで。ちなみにね、麓の状況はこんな感じです。まだまだちょっと雪がまだありません。ハゲ山です。めちゃくちゃいい匂いがするんですよ。ここにね、クレープ屋さんがあって、で、なんかね、ここのクレープね、これ見て、エスプーマって言って、なんかすごい、なんか生クリームあんまり得意じゃない方でもすごいめちゃくちゃ食べやすい特殊な生クリーム使ってるみたいです。結構めちゃ美味しいよね、ここのクレープ。え、めっちゃ美味しい、本当に美味しいので、そう、めっちゃおすすめです。で、今やってないけど、そこにね、なんかカフェもあったり、結構なんかいろいろ、中にね、サーティワンとかもあるしね。結構すごいんですよ、高須。ちなみに僕は去年ここでサーティワン6段食べました、一人で。なんかあれ、ゲレンデの締まりかけの時にやるの、春の
高須祭りみたいな、なんかそういう時に結構やっていったりするんで、乗せ放題みたいな、何個乗せても値段にしちゃったんで、とりあえず今日一番積んだの何段すかって5段って言われたんで6段とりあえず積んで食べましたそうなんかね、そういうキャンペーンとかもやってるみたいで、あとここに、まあ今やってないんですけど、ここのカレー、このね、この合いがきカレーがめっちゃ美味しいらしいです。ここでもなんとね、ゲレ食が食べれるっていう感じでね。これ実は IC リフト券じゃね、高須って。でも普段500円返金なんですけど、こういうところで使うとちょっとお得に600円の金券として使えるんで、ぜひ興味ある人はそれ利用して使ってもらうといいと思います。すごい、ウェブでチケット買った人はこんな感じで機械で、なんか並ばずにゲットできるらしいです。すごい今安くなってるみたいなんで、安いやつに良かったら遊びに行って。